皆さんこんにちは、今日はですね、この私の失敗が益になったお話をしたいと思います。で、私たちはこの生きている間ですね、いろいろな失敗を繰り返してこのいるわけなんですね。で、この間私もこのちょっと小さな失敗をしてしまったわけなんですけれど、この私はですね、高円寺の教会に通うまでにですね、いろいろな電車を乗り継いで通ってきています。そしてこう新宿を通ってですね、来ているわけなんですけれど、この間この教会から帰る時にですね、高円寺の駅からこの新宿に行くこう電車と地下、また新宿に行かない地下鉄と両方出てるわけなんですけれど、この慌てて乗ってしまってですね、新宿に行かない地下鉄に乗ってしまったのではないかと非常にこう不安になってしまったんですね。それで隣の中野駅で降りてこう電車を見ました。でいつもとこう色が違うなと思いながらも、地下鉄のマークは見つからなかったので、そのままもう一度飛び乗ったわけなんですね。ここがやはりそれがですね、新宿に行かないこの地下鉄の方だったんですね。それでまた乗り換えて中野の駅まで戻って、それから新宿に行こうと思ったんですけれど、なんと寝てしまったわけなんですね。それで気がついたら高円寺を通り越して、またこのずっと通り越してですね、とんでもないところまで行ってしまって、はたと気づいてですね、戻ってきましたけれど、そういったこの小さな失敗っていうのはよくあるわけなんですね。でところがこう人生にはああって思うような失敗というのはいろいろあるわけなんですね。でこれさえなければという、そういったこの失敗もあります。でもですね、この聖書ではこの全てのことについて感謝しなさいということを言ってるわけなんですね。でこれはこの良いことだけではなくて、悪いことでもマイナスと思えるようなことであっても感謝しなさい。感謝していくときに、この神様が働いてですね、そのマイナスと思えるようなことも益に変えてくださるんですよということを言ってるわけなんですね。で私たちの教会ではこの夏と冬に白馬キャンプというのがあるわけなんですね。それでこの私も毎年行ってるわけなんですけれど、この数年前ですね、冬の白馬キャンプの時のお話をしたいと思います。でこの時はこの経済的にですね、非常にこう大変な時で行けるようにということを祈っていましたけれど、一切このお金がなかったわけなんですね。それでこの諦めていた時に、この前日にですね、献金が来て急遽行けるようになったんですね。ですから私はもうすっごい有頂天でですね、本当にこう神様が恵みと祝福を与えてくださったと喜んで行ったわけなんですね。でキャンプはこう素晴らしいものでした。メッセージも素晴らしくて、また賛美も素晴らしくて、50種類バイキング、また素晴らしい景色を見てですね、本当に祝福されたんですね。でキャンプに行くとき、いつも私たちはこの大きなバスにですね、教会の前から乗って長野県の白馬まで行くんですけれど、その白馬に行くこの行き帰りですね、またこう楽しい映画とかためになる映画とかいろいろ見ていくわけなんですね。ですからこの行きも帰りも、またこの白馬においても、本当に素晴らしい祝福と恵みがいっぱいのキャンプです。皆さんもですね、ぜひ行かれることをお勧めします。で私はですね、この冬の白馬キャンプなので、当然向こうで雪がいっぱい積もっています。だからこの低い靴とですね、こうズボン、今で言うとパンツですかね、それを履いて行ったわけなんですね。で非常にこの祝福されて喜びでいっぱいで帰ってくる時にですね、もう東京の方に行くんだから、こうスカートでいいかなと思ったんですね。ふとやっぱりズボンで行った方がいいんじゃないかっていう思いがあったんですけれど、まあ、それを押してですね、やはりスカートでまたおしゃれな靴を履いて行った方がかっこいいかなと思ってしまったわけなんですね。でそれがこう失敗の原因になってしまったわけなんですけれど、それでですね、このバスに乗りました。ところがですね、この靴がどんどんこう足が腫れてくることによって、靴がこう痛くなってきたわけなんですね。そしてこの足がこう痛いのとともに、靴を履いてしびれてくるようになってしまったわけなんですね。それでも何度か履いていたんですけれど、やっとこの時間、何時間も経ってですね、この高円寺に戻ってきました。そしてこの教会の前に戻ってきたんですね。でみんなすごくほっとしてですね、非常に喜んで、やっと着いたという形でこのバス降りたんですね。で私はそこで降りるのではなくて、池袋までそのバスに乗っていくこの予定になっていました。ただこう全員がですね、この荷物を出して、で池袋まで行く方はその荷物を持ってバスに乗ってくださいっていうことを言われてたんですね。ですから私もこう降りようとしたわけなんですね。ところが
このもう着いたっていう安心感と、それから気が抜けていたということと、それからこの靴で足が痛かったということとですね、それから長いスカートを履いていて、それがこう足に絡んでしまったということ、全部がこう含まれてですね、なんとバスのステップカーですね、この道路、まあ歩道の方ですね、歩道の方にパターンと落っこちてしまったわけなんですね。それは本当に瞬間の出来事だったんですけれど、私にとってはですね、本当にゆっくりした時間で、この頭の中にですね、これはまずい、こう一体何が起きたんだって、これは夢であってほしいっていうことが頭の中でいっぱいこう回転していったわけなんですね。非常にこうゆっくりした時間に感じられました。まるでこうスローモーション映画を見てるような感じだったんですね。でところがですね、やはりそれは現実でバーンという形でこの左の方から落っこちていったわけなんですね。そしてこのなんと顔も道路に、この道路というか地面にですね、このぶち当たったわけなんですね。歩道ですから、もうなんかコンクリートみたいな塊の上に顔が当たったわけなんですね。ところが感謝なことに、私は鼻が低いので鼻の骨を折ることはなくてですね、でもこう口を打ってしまったわけなんですね。この歯が出てるので、この歯の方をぶちつけてしまいました。それでですね、ものすごい激痛が走ってですね、で顔、この口から血が出てるっていうことが分かったわけなんですね。で私は地面の中の上に倒れながらですね、もしかしたら歯が折れてしまったのではないか、この歯は高いので何度か折れてたらそれを拾ってですね、治療にこう使いたいので探さなきゃいけないと思いながら周りをこう探してたんですけど、幸いこう歯は折れてなかったわけなんですね。ただこの口から血がこうずっと出てるっていうのは感じたんですね。それとともにこの左手が非常に痛い、で全身、半身打撲っていう形 で非常に痛かったので、それとともにですね、恥ずかしさがいっぱいでですね、このとても起き上がれない、もうこのまま死んだふりをしていようかと思ったんですけれど、まあ、そういうわけにいかなかったんですね。で周りにこの教会の方々が何十人もこう見ている中で、私はこう倒れたままだったんですね。そして心の中ではですね、みんなが本当に喜んで安心して帰ってきた時に、こんな私は怪我をしてしまって、申し訳なかった、あの時に本当にズボン履いてればよかった、本当に大失敗してしまったということで、いろいろな後悔とかいっぱい来てたんですね。で見るに見かねたある方が私のこの手を引っ張ってくださいましたけど、非常に痛くてですね、痛いからやめてって思わずこう叫んでしまったわけなんですね。それだけをこう痛かったわけなんですね。それでなんとかこのそばにいた方々がこの引き上げてくださって、立ち上がったんですけれど、この唇からこう血が流れていて、そしてこの左手はですね、で手の甲のところから指からも真っ黒になって、ものすごいグローブのように腫れてしまったわけなんですね。それで私は本当にこうショックだったわけなんですね。それでちょうどそこに接骨院の院長だった方がいらしてですね、でこれは折れてるなと思って、まあ、それは私にはおっしゃらなかったんですけれど、すぐに病院に行った方がいいですよってことをおっしゃったんですね。で私はもうすぐにこのバスに乗ってですね、の近くの病院に来ました。でバスに乗っている時にですね、このバスに乗る前にですね、私たち の神様っていうのは癒し主でもあります。でイエス様がこう十字架にかかって死んでくださったというのは、私たちの罪の身代わりでもあり、私たち この救いのためでもあったわけなんですけれど、それとともにこの癒し主、病を癒すためでもあるわけなんですね。ですから皆さんにですね、この癒しの祈りをしていただきました。そしてこのイエス様がこう癒してくださるということをですね、信じて癒しの祈りをしていただいて、バスに乗ったわけなんですね。でバスでこう自分で手を置きながら、痛くないように、またですね、骨折していないように、そしてですね、この唇も腫れ、これ以上この切れたりして腫れたりしないように、そしてこの聖書ではですね、全てのこと、良いことも悪いことも感謝しなさいとこう書いてあるので、このそういったですね、このことも感謝して、神様が益に変えてくださるようにということをですね、一つ一つこう祈っていったわけなんですね。そしてこの埼玉に帰って病院に来ました。するとですね、この専門家の先生がちょうど当直でいらして、それを見てですね、これはこのひどいなっていうことをおっしゃったんですね。そしてこのすぐにレントゲンを取ってくださって、この手の甲のところが折れてるなということをおっしゃったわけなんですね。それですぐにこのギブスをしますと言われました。
でところがですね、当時私はこのインターネットテレビという番組に出ていて司会をしていたんですね。ですからこうギブスをしていたら皆さんがびっくりされるので、じゃあこの次の日の日曜日はその奉仕を終えて、そしてその次の日ですね、月曜日の朝にギブスをしてくださいということをお願いして、でお薬をいただいて湿布していただいて帰ってきたわけなんですね。そして日曜日に教会に来ていろんな方に癒しの祈りをしていただきました。そしてですね、この月曜日の朝になってすぐに病院に行ったわけなんですね。それで今度は別の専門家の先生がいらして、レントゲン写真を見て手の甲のところ折れてますねっていうことをおっしゃったわけなんですね。それでこのギブスをするということで、このいろいろとこう手とか指とかものすごい腫れてたんですけれど、そこを触られた時に全然痛くなかったんですね。それでこの本当に痛くないですかって言われて、はい痛くありませんって申し上げたらですね、じゃあこのレントゲンでは折れてるけれど骨折じゃないですねって言われたんですね。で私はあの手首のところが痛かったので、この手首は痛いんですって言うとですね、それはあの捻挫してるからですよってことを言われたんですね。ですから骨折してる、レントゲンの骨折してるところは完全にこう癒されて痛みがなくなっていてですね、そしてこの骨折のことは祈ってたんですけれど、捻挫のことは一切祈ってなかったんですね。ですから手首のこう捻挫はそのまま残ってしまったわけなんですね。それで先生にですね、このレントゲンでは骨折とこうあのレントゲン出てますけれど全く痛くないって、これはあの奇跡ですかってことをお伺いしたらですね、まあ奇跡的ですねってことをおっしゃったわけなんですね。それであの手首の捻挫が残っていたので、その後ですね、あの接骨院に行ったんですね。そしたら接骨院の先生がですね、これはひどいなって、本当に折れてないんですか、これはこの骨折の腫れですよっていうことをおっしゃったわけなんですね。ですからこの4人の専門家の方、そしてそのうちの2人はレントゲンを見てですね、折れてるっておっしゃってたのがですね、完全に癒されてたわけなんですね。それでもしこの私がですね、あの時にこの皆さんにですね、この癒しの祈りをしてもらわなかったら、そしてこの全てのことを神様が益に変えてくださるので、この感謝しますって感謝の祈りをしていなかったらですね、このようなこの結果になっていなかったかもしれないわけなんですね。で私たちのこの神様っていうのは生きておられる、そしてこの今も技を成してくださるお方なんですね。で私たちの人生には、ああこれさえなければとか、このことで私の人生は狂ってしまったという、そのようないろんな問題というのは必ず起きてきます。でもその時にですね、全てのことをこの感謝していく時に益に変えてくださる神様がいらっしゃるということは、この素晴らしい恵みの恵みと祝福だということをですね、皆さんにも知っていただきたいと思います。今日はですね、この骨折してしまったけれど、そのことをこの癒しの祈りをしていただいて感謝していく中で、神様が癒してくださり益に変えてくださったというこのお話をいたしました。全ての栄光は神様にお返しします。ありがとうございました。